回し読みラジオ。普段身近なところで活躍しているあの人はどんなことを考えているのでしょうか。この番組はそんな気になるあの人の考え方やものの見方をほんの少しだけ回し読み、毎回 MC とゲストが200年後の未来に向けて語りかける令和の時代の音声記録です。皆さんこんばんは。今夜もね、回し読みラジオの時間がやってまいりました。今回も MC は私ヤンヤンがやらせていただきます。さて今日のゲストなんですが、とても面白い経歴のお持ちの方で、元理学療法士の方で、神社の方で奉職されている今井田健さんという方をゲストにお呼びしております。はい、それでは今井田さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今井田健と言います。はじめまして。はじめまして。さて今井田さん、はい、元理学療法士で今神社にお勤めということなんですが、具体的に今どんな活動をされておられるんでしょうか。はい、今は名古屋でですね、神社の分社というところで、自分を見つめることをしておりまして、その時にこの丹田というところを大事にして今やっております。なるほど、自分を見つめるということで丹田というものを大事にされているということですが、はい、ちょっともうちょっと詳しく話聞かせていただきます。そうですよね。今の私たち、はい、特に現代の人たちっていうのは、スマホだったり、パソコンとか、もちろん世の中刺激的なものが多くてですね、本当にこの気が上がりやすいですし、意識が外へと行ってしまいまして、自分のことが分かってるようで分かってないんですね、全然。それでまずはその私のこの、内部意識の方へ持っていくために、で気を下ろすために、この丹田という、昔の日本の方たちが大事にしてきた、丹田を意識すると、武道でもそうなんですけど、重心下へこう、どっしりと落ち着く感じがあるんですけど、それでこの丹田を意識した時に気が降りてくるんですね。こうわーっとこう、今もうスマホやなんやらわーっと暗い情報でもパンパンになってる頭を、一旦呼吸と丹田を意識しながら下ろしていくってことをして、自分を見つめる内部意識の方に持っていくことをやってますね。なるほど。そうすると呼吸法みたいな形ですね。そうなんですよ。呼吸も内部意識に行くものすごくいい方法で、で丹田っていうのはお腹なんですよね。なるほど。で横隔膜もよく動いてくるんですね、丹田を使うと。そうすると横隔膜、胸呼吸っていうのはそんなにできない、肺は肋骨あんまり動かないんですよね。でも横隔膜を大きく使っていくと、肺がふわーっと大きく広がる深い呼吸ができるんですね。なんとなく感覚で分かると思いますけど、感情に振り回されてるときは呼吸が浅くなるんですね、でも感情が穏やかになってるときは深い呼吸ができますので、深い呼吸をしながら本当感情をコントロールして落ち着いた状態で自分をこう見ていったりしてますね。なるほど。確かによく腹が立ったときとか、深呼吸して落ち着きなさいなんていうふうに言われたりしますよね。やっぱりそういうのも丹田とかと関係があるんでしょうかね。そうですね。よく腹に落とすとか、もう日本人腹大好きなんですね。言葉いっぱい、腹が立つって言葉もあります。腑に落ちるという言葉もあるし、本当に腹は本当にもうキーポイントというか、大事なところですね。本当日本人は一番大事にしてきたところなんじゃないかなと思うんですけどね。そこに今昔の人が本当意識したところ、もう一度自分皆さんの中にあるその力を使っ
って、まあ、自分を見つめて本当に今までこの振り回されてしまった自分ではなくてですね、自分とつながって本当に自分のことを見てあげて、いろんなこう、まあ、感情をコントロールしたい方は感情をコントロールしたりとか、あとはぶれない軸、自分の中の軸を作ったりとか、まあ、あと姿勢もそうなんですけどね、姿勢を整えることもそうですけどね、してますね、うん、なるほど。そうすると結構内面的なものに力を入れるって感じでしょうか。そうですね、内面的なものなんですけど、はい、体と心ってものすごく関係しておりまして、やはり心が内面的なものを整えると体も元気になるし、逆に心が元気じゃなくなると体もやっぱり不調がたくさん起きてきますね。なるほど。なんかですから、病は気からなんていうふうに。そうなんですよ、本当その通り。うん、気なんですね、気。なるほど。はい、どんな気を使ってるかっていうところなんですよね。なるほど。今井田さんは理学療法士をもともとされていたということで、もともとその理学療法士をされている時からこのような活動をされていたということでしょうかね。いやいや、最初はもう本当に西洋医学で、本当にこの、まあ、科学的な根拠といいますか、その、まあ、それに基づいてやってたんですけどね、本当にこう筋肉の解剖学とか、まあ、本当にそういうものを中心にやってまして、あんまり気の流れとかそういう内面的なことはやってなかったんですね、はい、なるほど。それで、まあ、こういった、まあ、丹田って多分東洋医学の考え方だと思うんですけれども、西洋医学中心の考え方から、うん、医学中心の考え方に切り替わられるきっかけになったことって何かあるんでしょうかね。はい、私、まあ、理学療法士やりながら、まあ、腰を本当に痛めてしまいまして、まあ、治す方なのにね、痛めてしまってお恥ずかしい話なんですけど、まあ、ただ腰を壊してしまいまして、非常に苦しみまして、で手術までしたんですけど、でやはり良くなったり悪くなったりやはり繰り返すですね。それで腰というものは医学的にもそうなんですけど、やはり 50% は原因がわからないという、ある意味心の内面の影響があるんじゃないかって結構言われてまして、まあそこから、まあ、こう今しているものに 妻がまあ先にやってまして、はい、まあ、妻の誘いで私も行かせていただいて実際体験をして、そうした時に腰痛がどん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 楽になっていったんですよね。それから、はい、ああと思って、それから意識をするようになってきて、体感するようになって、はい、今ではお伝えする方に、はい、なったんですけどね。はい、なるほど。理学療法士はそうするとどれぐらいお勤めをされてるんですか。今だいたい15年ぐらい病院で、総合病院で働いてました。はい、はい、なるほど。その後ですね、まあ今ね、神社の方で奉職されているということなんですが、だいたい今どれぐらい奉職されてるんですか。今まだ私ここに実際勤めさせてもらって3年、ちょうど丸3年ぐらいですね。なのでまだ修行中の身ですけども、はい。3年でもまだ修行中なんですか。いやー、やはりこういう、まあ、人のやはり心というか、もっと深い部分というのは、やはりこう、10年とよく、まあ、私が学んでるところでは、言われまして、やはり10年ぐらいやっていかないと本質、本当に深い部分と向き合ったり、それを解決する力をこうお伝えする方、本当にこう多くの人、いろんな方に対してやっぱりお伝えするには、日々日々修行勉強と言われておりまして、やはりそれはまあ感じます、いても。なるほど、ね、奥の深い厳しい、そうですね、深いですね。
なるほど。まあね、15年間お勤めになっていた理学療法士の、ね、お仕事を辞められて、はい、全く違うその、ね、東洋医学を軸にしたあの人の心の、ね、治療というか人の心のケアをするような道に就かれたわけなんですが、お辞めになるときって相当周りの方に何か言われたりしませんでした？ほぼ妻以外全員から反対されましたね。やはり理学療法で、まあ、病院勤めておりまして、まあ、ある意味、まあ、安定というか、はい、安定した仕事でしたんですけど、今回この変わっていったものはやはりなかなかこう先が見えないと言いますか、うんうんうん、その国の保障があるわけでもないですし、まあ、今までは国家試験ということ、国家資格ということでやっぱり守られてた部分があったんですけど、今回本当に自分の本当にもう一回こう一個人として、まあ、もちろんその学びはあるんですけど、一個人として本当にこうもう一度ゼロからやらせてもらうときに周りは本当に反対しましたね。両親、友達、もうあらゆる人がいやもう一回考えてもいいじゃないかって言われたんですけど、はい、やはり私がやっぱり体感したんですよね、うんうんうん、実際苦しんで、で本当にそのやっていた時の変化、はい、もしかして私もう一回手術するか、もしかして本当にずっと苦しんでたかもしれないですよ。だけどですけどこれに出会って本当に今腰痛がなくなって、またこのように元気でやらせてもらってるので恩返ししたいなっていうのもあったんですよね。本当にこうその気持ちがあったので、まあ、周りからはもちろん安定という意味では違います、不安定なのかもしれませんけど、でも自分が本当にこの感動してああこれいいねって思ったものをやれる人生っていいなと自分で思ってしまいまして、ちょっとバカなんかもしれませんけど、ございます、ちょっとそちらに情熱を思ってしまいまして、もう全員の判定を無視しましてもうそこにボーンと飛び込んじゃいましたね。なるほど、うん、で今の今井田さんのお話聞いてるだけでも、この日本という国が近代以降、はい、いかに西洋医術ばかりを見てきた、うん、東洋的な考え方とか東洋思想の哲学で、それこそ近代以前、要は江戸時代ぐらいまではやはり東洋の、ね、医術もそれなりに、ねね、大切にされてきてたじゃないですか。そういったものを、まあ、ほぼ否定する形でスタートしたのかなっていうのがすごい今お話ちょっと聞いただけでも思ったんですけれども。そうですね、まあ本当にいい悪いなんて一つも世の中僕はないと思ってるので、西洋がいい東洋がいいというよりも本当にこうその方が本当に解決できることをやっていったらいいと思うんですよね。そして私が、まあ、本当に西洋医学も本当に素晴らしいですし、でも東洋医学のことは全然知らなかったので、あ、東洋医学ってこんなに素晴らしいんだというのを感じましたし、またこの気の流れとか本当にこの丹田というのを活性化させることで、人が本来の自分に戻れるなというのを感じたんですね。本当にこの丹田を大事にすることで自分自身のこういろんなこう気づきが本当に多いので、皆さんにも気づいていただきたいなというのもあるんですけどね。なるほど。先ほどね、皆さんが自分の中での気づきがあるというふうにおっしゃってたんですが、例えばどのようなことに気がつかれたんでしょうか？はい、私、まあ、腰の方を先ほど痛めてしまったという話なんですけど、はい、東洋学的にはこう臓器とか、その関節に結構関内面の影響があるんだということ で、で腰は特に不安や恐れ、それが影響してるんだというのを、まあ、学ばせてもらって、で実際私もこう自分を見つめていった時にとても不安恐れの強い
まあそのなんていうの、気質というか、はい、そういうものを持ってまして、はい、でそこを本当に見ていて、自分の中で本当に解決、まあ、あのここで言うとわだかまりを溶かしていくというか、まあ、その固定観念とかこうそういうものを本当に枠を外していく、外していくってことをしていくと、はい、どんどん楽になっていったので、はい、なるほど。まあね、今のね、道に出会っていろいろ考え方とか生き方とかがね、なんか変わりました変わったという、うん、素晴らしい素敵なお話です。いやいやいや、ありがとうございます。さて、そんな今井田さんなんですが、これからですね、このね、丹田の重要性、それから丹田を整えるという方ですね、どのように展開されていきたいですか？そうですね、まあ、まずは本当に一人でも、ま、多くの方がですね、はい、これを体感していただいて、本当に自分とつながっていろんな問題解決していただきたいですし、本当自分のその価値、はい、存在価値を取り戻していってほしいなと思いますし、まあ、今若い子たちの本当にこう自分の価値を見失っている、はい、そういう子たちにも本当に、はい、若い子たちが本当自分には価値があるんだ、夢を持ってもらって本当に生きていく力をお伝えできたらなと思いますし、まあ、もう一つの夢は、私はその病院ですね、うんうんうん、一度その病院の中で自分は最後まで、確かにいろいろ病気を抱えて苦しんで見えるんですけど、諦めない、本当に最後、この最後の最後まで、ああ生きててよかったと、自分は本当によかったなと言えるようにな病院をこう作っていきたいなという思いがありますね。まあ、確かにね、今若者が自ら命を絶つっていうのがすごい増えて、そうなんですよ、ね、こんなに恵まれてる国のはずなのに、どうして若者たちが命を失ってしまうのかっていうのはね、私もちょっと考えてて、いつも不思議に思うところなんですけれども、やっぱり今井田さんのおっしゃるように、自己肯定感というか、自分を大切に思う気持ちというのが薄れてきているということでしょうかね。そうですね、私もそう思いますね。このやはり、まあ、あまりいろんなこと言うとあれですけど、教育にしてもやはりできないところ日本人はつつく、まあ、失礼な言い方ですけど、できないところここダメだ、ここ直しなさい、できることを褒めて伸ばしてあげようっていう感じじゃないんですよね。私もそうでしたけど、なんかこう幅広くできるようになりなさいみたいな感じで言われてしまって、はい、でも本当は子どもの可能性っていうのは、やはりできないことばっかり言われたら、なんか自分はもうダメなんじゃないかってなって、否定的な子になってしまうし、逆に言ったらどんなにその時できてなくても、できることっていうか、その子の夢を周りの大人とか、うわー本当に素晴らしいよ、できるよって、こうその子の価値を認めてあげることをしてあげたら、必ずそういう風になっていきますので、うん、なので本当に小さい頃からのこの親世代が、だから本当に変わらないと子どもたちも変わっていかないし、うん、なので、まあ、本当そういう部分ですからね、そんな感じしますけど、うん、ありがとうございます。それともう一つ、ターミナルケアのことについてもね、先ほどちょっとお話伺ったんですけれども、はい、まあ、要はね、もう病気等でもう、ね、亡くなられる直前の方のケアということになると思うんですけれども、私もね、このターミナルケアの事例をいろいろ調べて、自分なりに調べていくとですね、どうも日本人はその他の国々、特に欧米の国々に比べて、ターミナルケアに関しては非常に遅れているんではないかというふうに思うんですけれども、うん、その点について今井田さんはどうお考えでしょうかね。そうですね、最近は本当にホスピスとか、そのようなものは増えてきて、はい、少しずつ世の中は
その大切にしようとはされてますけど、まだまだやはり人生の最後ですね、皆さん結局病院で一人で亡くなっていくというか、本当にこのまあよっぽどその方の生き方が良かったら周りに人はいるかもしれませんけど、大体はもう病院にお任せということで、本当にある意味その人がで、またどんだけ地位があっても、どんだけいろいろあっても、結局はその過去のその外につけてきたものの価値で測られているので、そうではなくてですね、本当に自分の中のこの、まあ、生命というかですね、そこを大事にしていただけたら本当にこの変わるんじゃないかな、まあ、特にさっきお伝えした本当にうちを見ながら、自分をよく見ながらつながってて、自分の生命大事にできる方々が増えていったらいいなと思いますね。なるほど。今井田さんの活動で生命の価値を見直すという大切な活動をされているんですね。そうですね、本当に一人一人命がありますし、生まれてきたのも奇跡ですので、この本当に奇跡、もう本当存在だけ、存在してだけでもどれだけ素晴らしいかっていうのを改めて気づいていただきたいし、感じていただきたいし、比べるものではなくて、本当に自分の中の、まあ僕らよく言うんですけど、絶対価値を皆さんが取り戻してもらいたいなと思ってますね。なるほど。絶対価値、素晴らしい考え方ですね。はい、さて、もっとね、今井田さんからいろんなお話を聞きたいと思うんですけれども、ちょっと残念ながら番組の時間が来てまいりまして、はい、で、まあ、このコーナーなんですが、毎回ゲストの方にですね、一つ新聞記事を選んでいただいてですね、シェアしていただくっていうことをしてるんですよ。今日は今井田さんはどんな記事を持ってきていただいたでしょうか。はい、ありがとうございます。2月18日の福井新聞の記事なんですが、大勢の人が今苦しいんだという記事を、まあ、見させてもらって、すごく私が惹かれたのでご紹介したいなと思うんですけど、今昔の時代はこの中間層を、やはり日本はこう出てきたと思うんですけど、今もう本当に大多数の人が弱者なんだという話で、もう経済の成長も本当に低成長時代が来て、そして自殺者も2009年から増加していると、はい、また特に女性の方の自殺が多くなっていると、はいはい、女性が社会進出して、女性が生活のもう柱になったり、あと離婚の問題でシングルマザーとか、はいはい、本当にこう、まあ、ある意味この女性のやっぱり弱者の方たちが増えて、みんなが苦しんでる、まあ、この経済が成長しない社会の中でもどうしていったらいいんだろうかという、まあ投げかけの新聞だったんですけどね。それを見た時に、ああ、やっぱりその時こそやっぱり自分の価値取り戻すべ、本当に大事だなと私はこの改めて感じたんですけどね。なるほど。今日お話しいただいた内容とね、つながってくる部分だと思うんですけれども、ちなみに今井田さんは実際にいろんなところで活動をされているということなんですが、はい、直近で何かこういった、ね、取り組みだとかイベントだとかは考えておられるんでしょうか。そうですね、また今こう自分を見つめるということをやってますけど、はい、まあ、4月頃に、まあ、2日間通して自分をこう深く見ていくことを、まあ、案内しようと思ってますので、また皆さんというか、まあ、そういう興味がある方はね、来ていただきたいなとは思ってますね。はい、ありがとうございます。この、まあ、機会なんですけれども、はい、こういった形で
興味を持たれた方はご連絡させていただくことは可能なんでしょうかね。そうですね、私にもしよかったらこう声かけていただけたら、はい、あの連絡先的なものって何かありますか。この場の電話番号とか、まあ、メールアドとか、はいはい、よかったらお伝えします。わかりました。じゃ あ, あの後ほどあの連絡先を教えていただければ。はい、わかりました。やらせていただきますので、はいはい、ではですね、ちょっと今回の取り組みにねご関心持たれたという方はですね、概要欄の方に連絡先貼らせていただきますので、ぜひ今井田健さんの方にご連絡されてみてください。さあ今日はね、今井田さんから命の大切さ、その自分の命の価値について見直すということをですねお話ししていただきました。今井田健さん、本日はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、さて今井田さん、本日はお忙しい中お話しいただきましてありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。貴重な機会を。いえいえ、またね、うちの方にもぜひ一度と言わず二度でも三度でもなんならレギュラーになっていただいて構いませんのでご出演していただければと思います。いつでもお呼びいただければ出演していただく、ね、機会設けさせていただきますので。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。いえいえ、はい、ありがとうございました。本当に、はい、うん、それでは今井田健さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。